皆さんこんにちは、小林哲也です。今回もまいさんにお越しいただきレッスンをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回構え方とかこの指の持ち方についてちょっとお話しさせていただいたんですけど、今日はそこから続きになります。まず歩き方とプッシュアウェイ、これ同時に2個やりたいと思います。はい、で1個だけ直す必要があるっていうのは、ご包丁走なんですけど、まいさんの場合は1歩目と2歩目がちょっとこう蛇行しがちなんですよね。はい、でその蛇行する原因の一つで、1歩目でまず構えた時に、構える段階で右足がちょっと前に出てるんですね。こういう感じで、そうすると体がちょっとこう右の肩が突っ込み気味になっちゃうので、1歩目行った時にこっちにこういう風に歩いちゃう。で2歩目がこうやって歩く感じになってしまって、ちょっとこうバタバタしてしまって頭が動いてしまうので、まずはこの足の位置っていうのを直します。1個目はこの右足をちょっと下げます。はい、下げた状態で、出る足が基本的には前に出るので、左足が前に来ていただきたいと思います。4歩助走の方もこれ一緒です。なんでかというと、肩がですね、この投げる方の肩っていうのがこうやって入ってしまうと内側に入りやすくて引っ張ってしまうので、こうやって回りやすくなっちゃうんですね。どちらかというとまっすぐこうやって胸を張って投げるっていうよりも、ちょっとこう半身なイメージなんですね。少しこの左肩を残して投げることによってボールっていうのはすごくパワー伝わるので、構える時っていうのはちょびっとだけ右足を下げてもらう。まずはこれ一つやってもらいます。でもう一個は、最初足元見ていいので一歩目足をまっすぐ出す。これが今だと前さんの場合はこのままよいしょ、こういう形できて1、2って感じになっちゃって、構えてもらって1、2この練習です。前さんの場合プッシュアウェイがちょっと遅いです。見てると1、2、3、3歩目で出すね。これ本当にいろんな人多いんですけど、3歩目でプッシュアウェイ出しちゃうと力で振るしかなくなっちゃうので、なかなかうまくいかないので、この部分も合わせて直します。まず1つ目、足の位置をちょっと下げる。でもう1個目っていうのが、まっすぐ歩く、まっすぐで、2歩目は左足の前です。だ1歩目をまっすぐ歩いて、まっすぐ歩いて2歩目はこっちクロスする。ボール持ってしまうとうまくできないので、シャドウで構えます。1、2こういう練習です。で戻ってもらって反復して1、2。その時って足元見れるので、自分がまっすぐ歩けてるかっていうのを確認できますので、しっかり足元見ながら1、2、こういった形でやっていただきたいと思います。はい、では1歩目2歩目いきます。はい、いきます。せーの、1、2、 OK。 もう1回いきます。1、2、 OK です。で1歩目がねちょっと大きいので、もうちょっと小さくていいです。あんまり大きく出しちゃうとタイミングずれちゃうんで、1歩目ちょびっと普通の歩きぐらい、今結構1歩目1、2ってこういう感じになっちゃってるんで、ちょっとちっちゃめで、はい、足元見ながら、まず足元だけです。いきます、せーの、1、2、 OK、 OK。 次は手をつけます。ここからだんだんちょっと難しくなっていきます。1、2、下ろす。はい、やってみましょう。構えて1、2、そうです、そうです。でこの時のポイントっていうのが、皆さん多いのはプッシュアウェイをどうしても1、2ってこういう風にやる人がめちゃくちゃ多いんですよね。で舞さんもそうなんですけど、やっぱりこうやってやってしまうとその分ロスが多いので、せっかく2歩目で出ても結局は3歩目でボールが右足の前に切るような状態になってしまって遅れてしまうので、肘の位置、構えたこの位置をあまりずらさない意識でボールをポンと下ろすだけ。1、2、はい、でボール持ってないからちょっと極端にやらないと、ボール持つとよりできなく重いんでできなくなっちゃいます。癖があるって。構えます。はい、1、2、そう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 、うん、もう一回いきます。はい、構えてます。はい、いきます、せーの、1、2、 OK。 はい、いきます、せーの、1、2、そう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 。見てる皆さんはなかなかねこういう軽いログポンドのボールとかっていうのは持ってる人は少ないと思うんですけども、なかったら何でもいいです。最初100均とかで売ってるちっちゃいボールでもいいんですけども、そういうのを使ってやるといいかなと思うんで、ちょっと次のステップでこのボールを持っていきたいと思います。はい、はい、じゃあいきます、せーの、1、2、そうです、いいですね、いいですね。もう一回いきます。はい、いきます、せーの、はい、 OK です。このような、形で徐々にやっていくことが大事です。いきなりボールを持ってやっぱやるのってすごく難しいので、今みたいのができた上で初めてボールを持って、やっていきたいと思います。今日はねさっきもう
結構練習したので、実際に投げてもらいますが、見える皆さんは本当にいきなり投げないでください。多分タイミング合わなくて、最初前さんもね、ちょっとタイミング合わなくて当たってなりそうだったんで、そこは本当に気をつけていただきたいんですけども、やっぱりタイミングを変えるっていうのはかなり難しいことですし、やっぱり最初はちょっと怖いことなんで、まずはボールを持たないでやることっていうのはすごく大事になります。じゃあ実際にね、ちょっと投げてみたいと思いますので、お願いします。はい、じゃあ行きましょう。ナイスボール。はい、ということで今一発成功でしたけども、またね、もっともっと細かい部分っていうのはお話しする必要があるんですけど、まずはこういうタイミングっていうのを、これ結構時間かかるので、しっかりと自宅でもボウリング場でも練習して、直していきたいと思うんですけども、今日ちょっとレッスン振り返ってどうでしたか？そうですね、今までプッシュアウェイが遅いっていうのも知らなかったので、すごくタイミングが大事だっていうのもよく分かりました。やっぱり、ね、タイミングが合うようになってくると、腕で振らなくなってくるので、より楽になってきます、ボールが。だから最初に言った話ですけど、やっぱりだんだん楽になってくるので、指の大きさとかも意外と、ね、細くなってきたりして、調整も結構まめにすることによって、よりこう持ちやすいような状態っていうのを作れるというので、少しずつですけども、こういった形で上達するきっかけができればと思います。またね、次回以降も引き続き、歩き方とか、また投げ方とかについてもお話ししていきたいと思いますので、ぜひ皆様楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということで今日は以上になります。それではありがとうございました。